東京オリンピック閉幕の時となった。韓国代表チームは現在、金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル10個で16位を記録した。メダルの数を数えるのは成熟した態度ではない。しかし開幕前に現地に到着するや否や、李春心を召喚して新には未だ5000万人の国民の声援うんぬんと語って、虎が降りてくると言って、 騒ぎを起こして日本に対する競争心を公然と表したのが韓国スポーツ当局であるからには、この辺で日本と比較してどれくらいいい成績を上げたかを推量してみるのは必要だと思う。日本は現在、金メダル27個、銀メダル14個、銅メダル17個で3位を記録した。金メダルで4.5倍の差が出た。日本がホームグラウンドの利点を享受したと勘案しても、近年となり、 今回ほど間比間の格差が大きかったことはない。2000年以降の成績だけ見ても、日本と比較したとき、今大会がどれくらいミスボらしい成績なのかわかる。2レエレレ年。韓国、金メダル8個、銀メダル10個、銅メダル10個。日本、金メダル5個、銀メダル8個、銅メダル5個。2レエレエ4年。韓国、金メダル9個。 銀メダル12個、銅メダル9個。日本、金メダル16個、銀メダル9個、銅メダル12個。二0零8年。韓国、金メダル13個、銀メダル11個、銅メダル8個。日本、金メダル9個、銀メダル6個、銅メダル10個。二0 12年。韓国、金メダル13個、銀メダル9個。 銅メダル8個。日本、金メダル7個、銀メダル14個、銅メダル17個。2016年。韓国、金メダル9個、銀メダル3個、銅メダル9個。日本、金メダル12個、銀メダル8個、銅メダル21個。この後大会のうち3回は韓国が上回り、2回は日本が上回った。 日本が金メダルを最も多く取ったのはアテネの時の16個だ。ところで当時でさえ、韓国は金メダル9個で守った。ところが今回の東京大会での官飛艦の金メダル格差は2倍でなく、4.5倍にもなった。現在の金メダル6個は2000年以降で最低の記録だ。真には未だ5000万人などと云々言わず、虎が降りてくるという風な軽率な振る舞いさえなければ、この瞬間、 日本と比べて残念な気持ちは少しあるだろうが、これほど恥ずかしく悲惨な気分にならなかったはずだ。より残念なのは、オリンピック精神に反する韓国側の様々な非理性的行為が開催国の日本国民を刺激したという点だ。オリンピックは国家間の親善を図る絶好の機会となる。しかし韓国にとって今回のオリンピックはむしろ日本内の嫌感だけをより一層拡散させる最悪の大会となった。 高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。聖書に出てくる生育だ。傲慢であれば恥をかかされやすい。しかし謙遜であれば、最小限、そういうことはない。今回のオリンピックで韓国は日本に成績でも負け、マナーでも負けた。注意この記事は韓国の保守論客ファンドビルダーさんの寄稿文を日本語に翻訳したものです。 韓国メディアにはすでに韓国語版が公開されています。翻訳の正確さに対する責任は当社にあります。